クリエイター,フィニー。この部屋はネット大好き三人がネットで稼ぐクリエイターやインフルエンサーの話題をやいやい語る部屋で。あるどうも、かぐやです。あるだよ。証です。そういえば、kindle 本出したらしいけど、どう、売り上げ。なんと。ゼロ円です。ああ、そうなんだ。なかなか難しいな。ランキングとか見てる?。総合ランキングとか見ると、商業出版以外は。 ほんとセクシー系ばかりよね。じゃあやっぱりさ、ここでさ、あなたのその文学作品やその文章が、そもそも Kindle で出すべきかどうかっていう、まあ、そもそも論について、ちょっと今日はいろいろと考えてみようよ。ハッシュタブクリエコ。じゃあまずはこれ見てもらえる二千二十三年八月7日、Amazon ランキング、Kindle 本の売れ筋ランキング。うん。 これ、いわゆる、Kindle のランキングだよな。で、日本の場合、Kindle 本の売れ筋ランキングとあって、有料100、無料100というくくりの違いがあって、あとはまあ、カテゴリーごとにあるって感じだよね。Kindle u n アンリミテッド、それから Amazon プライムの本が並んでるよね。Kindle u n アンリミテッドに入ってる人は、まあ、ただで読めるから、ランキングして、ランクインしてるとも言えるよね。有料ランキングとはいえ、実質。 無料ランキングなのよね。で、のきなみ、もうそういう本ばっかりだよね。えっ、ー、と、今日の時点だと、ようやく第8位に、現代語訳、般若心経というのが入って、で、これは、まあ、もともと、キンドルネイティブではなくて、もうもともと新書として、一般書籍として出されているものの、キンドルかと。実質、キンドルアンリミテッドランキングですよね。でもさ、日本のランキングって、もう、例えば今日なんかだと、セクシーの、 Kindle Unlimited の0円写真集がトップになるとか、あとは、ま、途中にも、ちょこちょことこう、ロマンス系の小説が入るとか、まあ、結構、アダルティな本が、ま、ランキングを結構席巻してるよな。あと、最近だとほら、AI のセクシー系写真集とかも入っててさ、これ他の国だとどうなのかなと思ったのが、ま、今日、そもそものきっかけ。確かに、他の国だとどうなのでしょうね。で、実際、アメリカのアマゾンドットコム、ちょっと見てみようか。 わーい、ワクワク。まず、これがアメリカのアマゾンのランキング。なにこれかっこいいデザインのページになってる。なんなのですかこの力の入れようの差は。そうなんだよ。全然違うよね。まず、中央にさ、アマゾンチャーツ、ドーンっていうロゴがあって、それから、モーストリード、モーストソールドっていうくくりと、それから、フィクション、ノンフィクションっていうくりがあって、で、横に、1、2、3、ドーン、4、5、6、 で、あとは縦にどんどん繋がるって感じで、もう完全にデザインがさ、ランキング用にちゃんと設計されたデザインなんだよね。日本だとこのくらいのデザインは年末によく見る今年の総合ランキングみたいなゴージャス感ですよね。いや、この違いは何だろうって感じだよね。で、ランキングも、もう単純にこれ文学、文芸だよね。フィクションとノンフィクションっていうくくりはあるけど、フィクションは普通にハリーポッターが2位になってるとか、 本当にこうなんだろうな、一般書籍のランキングとほぼほぼ変わらない感じだよね。いやーでもハリーポッターがやっぱり強いことは強いね。うん。でも、これアメリカのアマゾン日本から見てるからかどうかわかんないんだけど、キンドルアン m i テッドっていう表記がまずまずないんだよね。本当だ。全然ないわ。これは日本から見てるからなのかな確かに国によって買えない本とかもありそうですよね。それとも、 海外だと、キンド n ア i m ミテッドっていうのは実はそんなにメジャーではなくて、みんなキンドル本を、ま、ちゃんと買うっていう習慣が根付いてるっていうことなのかね。だとしたら、めちゃくちゃ羨ましいですね。アンビミだと、ページ単価安いものね。要はランキング見ても、カテゴリーのランキングを見ても、0円っていう本が並ばないんだよね。でさ、のきなみさ、もうレビュー件数がすごいことになってるんだよね。え、トップの本が1万8000件でしょ で、まあ2位のハリー・ポッターがすごいのはまあ当然として、それから3位の本が5万5千件。なんか海外のってもう万の桁レビュー件数が万の桁って結構普通なんだよね。英語圏っていう市場の大きさはもちろんわかるんだが、それにしてもなんか売れる規模が違いすぎるなぁと。で、例えばこれなんかが、 Kindle ネイティブっぽいんだよね。Kindle とオーディブルとペーパーバッグしかないから、多分これなんかが Kindle ネイティブで、なんかいわゆるその商業出版の紙本があっての Kindle 本ではなくて、多分 Kindle から Kindle 出版で出された小説だと思うんだけど、これなんかもう16万件だよ。ええー、何それレビュー投稿数。それは夢がありますで。どんだけ売れてるんだって感じだよね。本の名前はザ・ハウスメイド。 お手伝いさんのミステリー小説とかですかね。表紙の絵もなんかメイトさんは見た的な感じで鍵穴から覗く感じの絵になってる。まるで商業出版ね。フレイダ・マック・ファーデンさん。フレイダ・マック・ファーデンさん。すごいね。キンドルのドリームを掴んでる作家さんって感じなんだろうな。でもそうだね。軒並み書籍が3ドルとか4ドルとかっていうのが多いから多分もうこの方完全にキンドル作家さんだと思うんだよね。で本当に。 海外ってさ、もう、いわゆる文学、文芸で、ちゃんとキンドル本として成り立ってる作家さんが本当多いんだよね。日本だとさ、そういうジャンルのキンドル作家さんってほぼほぼロマンスとかセクシーだよね。うーん。この違いは何なんだろうね。ちなみに、そもそもアマゾンのサービスとして違うところはあるのですかえっと、アメリカのキンドルだと、キンドルシングルズ。これは何かっていうと、 短編小説だね、これはね。キンドルシングルは短編小説。日本だとキンドルシングルってないからさ、やたら行間を開けてページ数を水かさまして、とにかく、あの、キンドルアンリミテッドの読ませるページ数を稼ごうみたいなさ、内容薄々の本が結構あるけどさ、海外はちゃんとこうやって短編は短編として、ジャンルとして確立してるから、まあ、いいよね。あと日本にないのは、 アマゾンブッククラブ。もうこれは単純にコミュニティだね。だからまあ、アマゾンが公式にこういうコミュニティをやってるから、やっぱりそのコミュニティで話題になると一気に売れるっていうのは多分あると思う。それから日本でやってないのは k i Kindle ベラ。これはまあ連続小説みたいな感じで、ウェブで本当に完結するもの。だから、作家さんとか作品がこうフューチャーされた専用のデザインが出てくる。でまあ、ここあたりに来るなると、だいぶその、 性的マイノリティとか、同性愛的なものが、まあ、増えてくることは増えてくる。うん、もう、サムネイルからしてさ、男性二人が並んでるとか、筋肉マッチョなサムネイルとか、<laughs> まあ、それっぽいのが並んでることは並んでる。それから、あとは、ニューススタンドっていう、まあ、雑誌なんだろうね、これね。雑誌的なものも、なんか別カテゴリーになってる。で、あと、興味深いのが、Kindle のドットコムの漫画って、なんか外注っぽいんだよね。 そう、日本語のね、漫画っていう単語でカテゴリー名も付いてるんだけど漫画のカテゴリーに行くとコミックソロジーコミックソロジーっていうなんかロゴが出てきてもう全然違うデザインの感じのページになるで最初にまずなんかマーベルとか講談社とか出版社名をなんかフォローするみたいな感じのアイコンが並んでで専用ヘッダーが出てきてって感じになってるただね漫画はねやっぱりねさっきみたいな件数ではないんだよね例えば あうん、17件とか、21件とか、マーベルとかでもこんな感じのお写実がトップに出てきたりはする。漫画に関してはもうやっぱり全然なんか規模が違う感じ。<laughs> 英語圏の人であれだけ人口いるにしてもいる中でこんな感じなので、うん、やっぱり日本って特殊な市場だなとは思うよな。こんだけ人口少ない中でどんだけしのぎ削るんだっていう感じに漫画があるからさ、そりゃすごい漫画出てくるよな。うん いや、なんか今日はね、具体的な解決策がないんだけど、ちょっと海外と日本の状況を比べてみて、今後考えるきっかけになればなっていう感じかな。しかし、力の入れようが日本と海外とで本当に違いましたね。露骨通り過ぎて完全に別物だったわね。クリエイターエコノミーニュース。はい、というわけでアフタートークです。 え皆さんの職場ではえ夏休み、どんな感じのスケジュールになってるでしょうかえ今私が通ってるところはですね、結構皆さんバラバラに取るというえカルチャーが根付いておりますえ。私はですね、お盆の期間、あの、いわゆる第3週のところ、普通に1週間お休みをいただいてるっていう形で申請をして、えそんな感じで休もうと思ってます。ただ、他の方はですね、結構1週間丸っと取る方がほとんどいなくて、分散して、 結構ちょこちょことこの日この日この日みたいな感じで休もうっていう形で取られてる方が多いんですよ。だからね、なんか結構プロジェクトが意外と進まないんですよね。あの、この日に大事な会議なんだけど、この日は誰々さんがお休みとか、結構ちょこちょこ全員のスケジュールが合わなくなってて、いやー、でも去年はそんなことなかったような気がするんですけど、今年は特になんかばらけてて、なかなかね、 なんか難しいスケジューリングになってる。皆さんの職場とかもそうですかねうん。まあ、それでもね、あの、台風とか、あとは本当に猛暑も続くんで、皆さんも、えー、暑さにはお気をつけください。 ゆるいながらも一時捜査をちゃんと確認するメディアクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしていますのでぜひフォロー登録よろしくお願いします Kindle はぜひコンテストをバンバンやってほしいなと思う あとは他の出版社や他の団体さんもどんどん電子書籍のなんかコンテストをやってもらえると嬉しいなとは思うコンテストってやっぱりいろんな人やいろんな作品にマーケットとは違う視点で光が当たるタイミングなのでコンテストが盛り上がるといいなとは思うというわけで1週間頑張っていきましょうまた明日もこの部屋で待ってるぜではではバイバーイ